それでは QZ2 バックドラフトを投球します。それでは QZ2 バックドラフトを投球したコメントいたします。こちらのボールは前作の QZ2 より配色の方がレッドに変わり、そして表面仕上げが2000番ポリッシュというふうな発売になっております。投球した感触は前作の QZ2 よりも2000番ポリッシュということで若干キャッチ力が強くなっているかなというふうに感じます。しかしバックエンドのキレは前作同様にかなり鋭さを感じております。ぜひ、表面仕上げが変わったり配色が変わったことでパフォーマンスが変わるということはなんとなく気づいているお客様も多いと思います。ぜひ QZ2 バックドラフト皆様もお試しください。